ルネリウスのしおりでございます。今見ていただいたのはですね、トゥーノーツという会社のですね、2機種だけを使って録音したものになります。その2機種というのはですね、今僕が手に持っているこのルーリードというですね、プリアンプのペダル、トゥーちゃんのプリアンプになります。それと、こちらのトーピードライブというスピーカーシミュレーターを使ってですね、その2つだけで、録音をしたと。なんとですね、キャビネットを鳴らしておりません。まあそれだけで、この2つだけでですね、かなりの、プロクオリティのサウンドが作ることができます。そこら辺をですね、どんどん紹介していきたいと思います。まずはですね、ルーリードプリアンプをですね、鳴らしていきたいと思います。こちらですね、先ほども言いましたけれどもですね、2チャンネルになっておりましてですね、グリーンと、まあ泉のチャンネルという感じになりますね。そしてですね、まあそれがカクカク AB になるんですけど、その AB をまあ両方鳴らすっていうね、そういうこともできちゃうような、まあそんな感じの、プリアンプになりますね。で、まあ基本エフェクター的にも使うこともできるんですけれども、そのまあライブ会場にこれだけ持って行って、でそのまあ真空管アンプなりのですね、そのまあリターン端子に挿してプリアンプとして使うっていうのが一番のまあ使い方なのかなと。まあこのね、プリアンプを最大限に活かす方法としては、まあそこら辺になってくるのかなと思います。あと一つ、真空管が入っております。真空管が入っていることによってですね、非常にこう音がこう濃密といいますかね、そのまあ特有の真空管が入っている特有のですね、こうまあコンプレッション感といいますかね、こう前にこう出してくれる感じのサウンドがこうガツッと出てきてくれて、非常に聞いてて気持ちいい感じですね。まず音を一つずつ出していきたいと思います。まずはですね、クリーンチャンネルの音を弾いていきたいと思います。まあ、こんな感じのサウンドになるんですけれどもですね、基本的にコントロール、ゲイン、ボリューム、ベース、トレブルというね、4つのつまみで構成されてるんですけれどもですね、今僕は基本、ゲインはこう11時50分ぐらいというか、まあ大体12時ぐらいですね、ちょっと若干そのまあ歪んでくるあたりなのかなっていう感じで上げていっても結構クリーンを保ってくれる、そんな感じのまあ基本スーパークリーンな感じのサウンドが出てきますね。基本そのね、ピッキングのこうタッチにもすごくこうなんか、まあフォルテッシモで弾く時もこうね、ピアニッシモで弾く時もすごくこうね、ダイレクトに反応してくれる感じが、こう真空管ならではなのかなと思います。続いてですね、チャンネル B、先ほどの、クリーンチャンネルがですね A チャンネルになるんですけど、チャンネル B のですね、歪みの、音を出してみたいと思います。基本的にですね、非常にこうね、真空管アンプを鳴らしているさながらのサウンドがですね、こうね、タコから聞こえてくるって、でしかも繋いでんのルーリードっていうこのプリアンプだけっていうのが非常に、楽ですね。楽極まりない感じですね。こうなんか
もっともっとね大掛かりなこうセッティングをして、出されるようなサウンドがですねこのちっちゃい、ボディからですね出てくるっていうのはもうちょっと最近ねもういろいろ信じられなくなっている世の中ですけれどもさらに信じられない感じがしますね。そしてまあ真空管ならではのコンプレッション化ってこう何回も言ってますけどですねそのサウンドもこう非常にね、聞いていただいたら分かるようにですねこうやはりこうデジタルだとこう出しづらい感じまあもちろんね素晴らしいシミュレートをされているところももちろんいっぱいありますけれどもやっぱね真空管を絶対こう使った方が真空管の音がするっていうそれは本当確かなことでですねまあそういうサウンドがこうね出てくるなと思っております。続いてはですね、トーピードライブスピーカーシミュレーターの話をしたいと思います、こちらですねこのトーピードライブを使って音を最終的に出しているわけなんですけども、まあ基本ね皆さん音を出す時っていうのは、スピーカー、ね、キャビネットからもちろん音が出てるっていうことが非常にねこう、まあ、普通のことだと思うんですけども、まあレコーディングをする時っていうのはねその、まあ、マイキングをしてそれを宅に送ってこう音を調節していってとか、まあ、そういうねこうまあ言うてしまえば結構複雑な作業がまあ必要とされるわけなんですけども、まあ、そういう、 こう、まあ、スピーカーから音出ましたでマイキングをしましたでそれを宅に送りましたみたいなそういう作業を、まあ、この、ね、トーピードライブってやつはですね これ1台で全てできてしまうという夢のような機材になりますね。まあスピーカーシミュレーターといっても、まあね、他社でもいろいろあると思いますけれども、まあ、こんだけね機能を兼ね備えてですねこう本当、まあ、自身の好きな音まで絶対にたどり着けるであろう、まあ、セッティングができるのもなかなかないんじゃないかなと僕は思ってますね、基本僕のセッティングっていうのはですねその、中にいろいろありますけれどもですねその、まあ、スピーカー好きなやつを選びました。それからそのマイクの距離とかですねマイクの種類とかそういう部分もいろいろ種類が入っているんでですねそこら辺を好きな音がするようにこう弾きながら合わせ込んでいって、最終段にですねイコライザーも入っているので、そのイコライザーでさらなるその自分の好きな音を作りました。そこから、宅に送りましたみたいなそんな感じの作業をいつもしてますね、もちろんですねその、まあ、ガルネリウスのアルバムでもこう使われている、機材になりますね、まあ、非常にこう扱いやすい。そしてこうなんかねこれだけで、ね、いい音が作れてしまうんだったら、まあ、本当使うしかないみたいな、ね、感じですよね。僕は家でですね JMP1 それから、VHC2902 というパワーアンプを使ってますけれどもですねそこから、このトーピードのですねこの、まあ、スピーカーシミュレーターを通して鳴らすことがあったりとか、もちろんこのルーリードっていうねプリアンプを使って鳴らすこともあればと、まあ、様々な用途でですねこのトーピードライブっていうのはもう活躍してくれておりますですね、はい、まあ、非常にいいです。まあこう本当スピーカーシミュレーターっていっぱいありますけれどもですねこういいです。いい音がします。いい音を作ることができます。自分の好きなサウンドを作ることができます、ね。上位機種としてですねこう 2K 出力できる、ものもあります、ね、そこら辺もこう、ね、今後視野に入れていこうかなとは思っているんですけどね。はい、そんな感じでございます、以上どうだったでしょうか。2ノートのですね、ルーリードというこの素晴らしいプリアンプそれからね、こうトーピードライブというこの素晴らしいスピーカーシミュレーターこの2つだけを使って、今回はデモ演奏しましたけれども自分的にもここまで音を追い込めるとは思ってなかったというかこう嬉しい誤算といいますかね、まあ、その今後こう、ね、どんどんこう活用してさらにいい音を作っていきたいなと思っております。皆さんもトライしてみてください。